デリック・ジョンソンは、テキサス州、ベーコ出身の元アメリカンフットボール選手。現役時代のポジションはラインバッカー。兄のドワイト・ジョンソンは NFL でプレーしたことがある、ディフェンシブエンド。高校時代には170タックル、6.0サック、5ファンブルフォース、二インターセプトの成績を残した。ある試合では30タックル、4ファンブルフォースを記録した。年に、 セドリック・グリフィンや、ジョナサン・スコットらと共に、U.S. アーミー・オール・アメリカン・ボールに出場している。その後、テキサス大学に進学した、彼は4年次に、ディック・バトカス賞、ブロンコ・ナグルスキー賞、ジャック・ランバート賞を受賞。チームは10勝1敗の成績を残し2005年1月1日のローズ・ボールでは、ミシガン大学を破った。2005年の NFL ドラフト1目で、 カンザスシティチーフスに指名された。1ヶ月ほどホールドアウトした後、彼はチーフスと5年間1040万ドルの契約を結んだ。この年、全16試合すべてで先発出場を果たしたがこれはチーフスの新人ラインバッカーとしては20年ぶりのことであった。そして彼はマックリーヒル賞を受賞した。2009年シーズン途中に足首の負傷でデモリオ・ウィリアムズに 先発の座を奪われたが、2010年シーズン、先発に復帰試行スタートを切った、チーフス守備陣の中で多くのタックルをマークしている。11月、5年間で3400万ドルの契約延長を果たした。2010年1月3日のデンバーブロンコス戦で、相手 QB カイル、オートンのパスを2回インターセプトし、いずれもリターンタッチダウンを上げた。 ラインバッカーの選手が1試合でに、インターセプトリターンタッチダウンを上げたのは1970年に、NFL が、AFL と統合して以来県、ノートンジュニアに続いて、史上2人目のことであった。2010年、第15週のセントルイスラムズ戦では13タックルを上げて、勝利に貢献、AFC の週間 MVP 守備部門に選ばれた。 2011年のサンディエゴチャージャーズ戦では13タックル1サック1インターセプトを上げる活躍でオーバータイムでの勝利に貢献4度目の週間 MVP に選ばれたこの年初めてプロボールに選出されたプロボールではエリック・ウェドルからのラテラルパスを受けてタッチダウンを上げた2013年もプロボールに選ばれ9タックル1ファンブルフォースを上げて 守備 m VP に選ばれた。2014年、シーズン開幕の先発インサイドラインバッカーに選ばれた。シーズン開幕戦のテネシータイタンズ戦では3級で、尻ぞくまでに4タックルを上げたが、この試合でアキレス腱を断裂し、シーズン絶望となってしまった。2014年9月9日、チーフスはジョンソンを故障者リストに送った。2015年も、 シーズン開幕メンバーのインサイドラインバッカーになる。この年はシーズン全試合に先発出場し、116タックル、4サック、にファンブルフォースにインターセプトの成績を残した。この年のチーフスはチクニーとなり、ワイルドカードを獲得した。2016年の1月9日のヒューストンテキサンズとのワイルドカードゲームでは、6回のタックルを記録し、 チームも30から0で勝利したが、翌週のニューイングランドペイトリオッツ戦は27から20で敗れた。1月25日、第50回スーパーボールに出場するカロライナパンサーズのルーク・キー・クリーに代わり、プロボールに選出された。2016年3月9日、チーフスと3年契約を結びチームに残留した。9月18日のヒューストン・テキサンズ戦では11。 タックルを記録すると、翌週のニューヨークジェッツ戦では10タックル、インターセプトリターンタッチダウンを記録し、チームの勝利に貢献した。この年は13試合に先発出場し、90タックルを記録した。2017年、15試合に先発出場し、71タックルを記録し、この年のチーフスの地区優勝に貢献した。2018年1月6日のテネシータイタンズとの、 ワイルドカードゲームでは8タックルを記録しタイタンズの q b マーカス・マリオタにサックを浴びせるなど活躍を見せるもチームは22-21で敗れた2018年3月14日にフリーエージェントとなった2018年5月4日オークランドレーダースと1年契約を結んだしかし同年の10月16日にレーダースからリリースされた 2019年5月8日、チーフスと1日契約を結び、現役を引退した。チーフスに入団した選手としては、デリック・トーマス、パーシー・スノーに続いて3人目のディック・バトカス賞、受賞者である。ありがとうございます。